なんかすごい恥ずかしかったのが、なんだっけ、なんか小学校の頃になんかそのかけっこみたいなのあるとこじゃ、25メートル競争とか50メートル競争みたいなの。でなんかウォーミングアップって知らなくて、ちゃんと人の話、先生の話聞いてなくて、でなんかペコーで普通にもう本番だと思って走るんだと思って、でもまあなんか 3,4 人で走るペコなんだけど、横並びで、で周りがめっちゃ速いから、あーもうこんなペコーだ、もう遅くてなんかさ、なんかもう笑われちゃうペコだよとか思ったんだけど、よーいってなったら、ペコーラもまあでも一生懸命走るペコじゃん。で、めっちゃ速いの。一人だけペコーラが独走してて、やばいやばい、ペコーラめっちゃ速いじゃんとか思いながらさ、めっちゃ走ってゴールしてさ、もうニコニコだったわけよ。でね、うわ、マジか、ペコーラこんなに速く走れるペコなんだと思ってたらさ、ウォーミングアップで、みんなとりあえず一回適当に走ろっかみたいな話だったらしくて、友達にめちゃめちゃニコニコでさ、やばくない？ペコラめっちゃ早かったんだけどさ、恥ずかしかったよな、あの時ほど恥ずかしかったよ。で本番になってさ、実力の差を見せつけられたペコラよな、泣きそうになったわあの時だけ。あれほど恥ずかしいことはねなかったペコだね、マジでね。あれはね、人の話聞くべきペコだったなって思った。あー、こういうこと起きるんだと思って、あれはね、めちゃめちゃしくったね。あれは嬉しかったプラスちょっとね、恥ずかしかったわ。